ましょう。何するか。はい。もうそれしかねえ。あ、ちょっと前、あの話、ちょっと。あ、結露が浮気はしてない。言い切ってました。ヒートアップしてるんです。私はしないけど、つって。うん、カンタがそういう感じなら私はいいよ、みたいな。演じてたの、私たちは仮面夫婦で、って。言われたもんね。ちょっとした喧嘩で始まった小競り合いじゃないの。立ち上がったものはいつか崩れる。そういうことでございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。久々に竹の現場。せんまにやっとな。ここは、ね、法律が変わっても、あれだな。1メーター以上ないから、本足で手すり組んでやらんでいいな。法律がね、1メーター以上は、2段手すりの、はい。はばき、内手すりまで入れなさいなの。内手すりって意味わかる、はい、これはもう、まあ、特にちょっと違う。センターアンチっていうんだろ。はい。外の縦地、内縦地やってね、中に手すり、外に手すり、さらに足元はばき。すごい強度な足場。このトラックで絶対持ってこないわ、はい、今日も2車やる。そうですね。そうしたら駐車場でかかるでしょう、はい、職人も持っていく、はい、2台でこれは実習生とこれも。そうですね。今うちなんか対2ぐらい実習生もね、はい、もうちょっと少ないけど日本人よりは実習生多いです。日本人ならベトナム人12ぐらい多いんじゃない。だけど1対2じゃ足りんくなるよ。1対1実習生なんだよね、はい、トラック2台で実習生1人ずつ乗せて4人で動く。今3時に組んで3時に組バラなので、単純にやっぱ1人から2人か上がってくる材料代が上がってきたら、やっぱ原価では、まあ、YouTube だけで原価はあんまり言いたくねえけど言ってくださいそこ、まあ、客出しでは8万上がってくんちゃう。はい、もっと上がるな。うわー、雨ってきた。狭いな、すごい。あ、ちょっと前あの話ちょっと話そうかな。動画のネタちょっとカルキやばい。10分。ネタするか。はい。もうそれしかねえ。もうネタにする。今日から本当に現場の穴閉まるな。今値段上がるじゃんこれからな、うん、あれ本当一大ニュースだね。大変だよなあれ本当な。やっとお前これから売る法律がうるさくなってきたって。4トン半の特殊車両だよな、うん、中型車両じゃなくて2トン車ボディで4トンに改造したらみたいなやつだろ。ね、2トンのロングワイドみたいなやつをお前7台買っとんぞ俺。400万か500万で、はい、もうまともにダメだからもうポンと。どっちみち2台で行かなあかんってなっちゃう。そうですね。だって今までのお前2トン半とか3トンでお前2台で行きたいね。行った方がいいんだ。だけどその分もお金さんからも金もらわなあかんけど、4トンで2台は偉いもんな。止めれないから、ね、しかも現場止めれないんで、そんな。たまんとんじゃねえぞ、こいつもよ。やばいっすね。補助金出せよ、バカ野郎。人から税金しっかり取っといて、お前ほんでならない、ならないもこっち買っとんだぞ。この2年ぐらいの間に買ったんちゃう。全部バーだよ。今までの車両でいいやん。そんなことだけど結構大事だなあれ。やばくない？これ動画にしていいかどうかわからないけど。僕もそれ思うんですけど。いやまあまあチラッと言ったけどな。お前簡単には。何て言っとったの？まあ、結論は浮気はしてないって言い切ってました。あ、そうな。まあそうですね。そもそもスタートは多分翔くんが心配になって。うん、ペコさんに、うん、お前知っとんの？みたいな、うん、え、何が？みたいな、うん、で、そっからの話で、うん、そのカンタくんが僕と翔くんに話してきた内容、うんうん、話してきたぞ、みたいな、うん、のを伝えたんですよ、うん、そのまあ、何男がおるとか、そんな話だろ。僕は YouTube 的に何もわからんもんね、みんな、うんっていう話が、うん、をした、してから、うん、ヒートアップしてってですね、タモさんが。嘘？あ、そうなの？まあ、聞いてない。何？ヒートアップって朝の時？私はしないけど、つって。もう、カンタがそういう感じなら私はいいよ、みたいな。嘘？
あ、それで逆に話が出かかっちゃったなって感じだったっすよね。まあなんか吹っ切れたみたいな感じの、まあそう演じてたの私たちは仮面夫婦でって言ってた、言われたもんで、あマジっつって、そう勝負の上のこと言ったかな、お前らめちゃくちゃ気まずかったっすけどね。そう僕はもう あんま深入りしないようにもう、うん、もう仕事しますっていう。お前夫婦はどうなの。僕はラブラブなの、まあ普通に、はい、何あんまに言ったら怪しいないやいや怪しくないでしょ、逆にいいんじゃないの。さんからどん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 僕らに質問攻めみたいな、うん、カンタはどこまで話したのみたいな、うん、何を話したの、うん、何を知ってんのみたいな、あ感じでペコちゃんが言ってきたの。そうっす。だから僕はもうちょっと黙ってたっすけど家口出せんかったっすもんね。何も結構もうあれだな、ちょっとした喧嘩で始まった小競り合いじゃないな感じが。でしまいにはさっきあの安井さんがもう聞いたあのセリフが来たから仮面夫婦を演じてたのよ。長いこと仮面夫婦を演じてたって言われてからええと言っていいだろ。第三者がいる時には、うん、一般的なそのいい夫婦を演じてた。それはお互いに、でもなんかそれって口裏合わしとるわけじゃないじゃん、なんか二人の感じって口裏合わしとんかな。どうなんですかね。どっちかというと合わしてそうじゃない。お前はどう思う。見とっていやなんか本当はあれだけどお前らので別に作る必要ないじゃん、仲間なんだから。僕の意見で言うとカンタ君は、うん、多分普通の感じで、うん、あ別に演じとるわけじゃなくて演じとるわけじゃなくて、うん、素の状態で、うんうん、さんがあれなんじゃないですか。あ女翔太ってことか。演じとるんじゃないですか。そうよ。これ動画になるけど大丈夫。だってさんがそうやって言ってたから。まあ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 。まあそういうことやな。そういうことなのかな。動画を。相当重いよね。重いですね。それが お互いに事実だったとしたら相当重いですよ、ね。事実しかないやろあの雰囲気。めっちゃ言って気楽になってたっぽいで僕的に。あの後一緒に車で行ったけど。そう。はい。なんかもういいや、スキーしたわって言って。いや、安井さんも聞いたんやったら朝から言ってくださいよ、言うて。あ、いや、逆に言えやんやろと。言え。え、離婚するんですかとか聞けへんやろと。はい。その話、嫁さんにしたん。嫁さんと仲いいやん。言ったら、ペコちゃんと竹くんの嫁。あ、言ってないんだ。マジ。いや、言ってるでしょ。言って、なんか取り戻したらいいじゃん。いや余計なことになるかもしれんもんな。仮に言ったとしても多分何か行動するわけでもなく、まあどうなったのって聞くだけなんです。どうなったの。でも今もう確定じゃない状態でその話をしても、まあそうだな。いつだった午前中ん昨日の午前中昨日もう朝一番です。会社ちょっとおったよ。何も言ってなかったよ俺には。何も言ってなかったよ。言えないでしょう。でも社長知ってるっていうのは知ってるんで。俺は知ってるって知ってるの。知ってます、うん、あ、そうなん。誰おったのって聞かれたのにマジでその場に。どっちかと言ったら社長も安井さんも知ってるんはありえへん。そんなパティ言うなよって監督にちょっと怒ってたみたいな感じでしたけどね。ああ、そんな感じ、ね、うん、はあとか言ってる。まあ二人だけのことでは、まあ会社社内夫婦なんでね。いや別に、いや離婚するなら離婚しないと思うんだけど、別に死ぬわけじゃねえんだから。はい、別にそれはいいんだけど、ようわからん状態っていうのが一番お互いに嫌じゃない。そうです。はっきりさせてほしいから、どっちかっていうと、はい、男なら男ではっきりしてって感じだから。そこはいないって断言しましょう。それはわからんだろうね。いないって断言はしてたけど、どうせあんたら信じないんでしょって言われたっす。言う言い方はもうおる言い方だよな。で、翔くんと僕が。そういう言い方ってもうおる言い方じゃない。もういや、もうじゃあって普通だったらさ、別に、うん、男おるって、はぁってバカ
じゃないの、そんなおるわけないがって、子供のどうやって浮気するのとかいう感じじゃん。どうせ言っても信じないんでしょってことは、煙が立っとるってことだよ。そのあ言われてもしょうがないようなことはしとったってことだよな、本人は。何かまあ二パターンの女性がいてるんで、どこ見てそれ言っとんのってなるわけでしょ、うん、っていう、カンタがあの LINE とかは実はってことだよね。はって言って、その報告ができるわけねえじゃんって、どこ見てそんな風に思ったっていう感じじゃない。あ、なんか心にあってなったってことでしょ。どうせ信じないでしょってことは、なんか内容があるってことだよね。どうやった、どんな雰囲気やった。だから結局どうせあなたたちにその言ったところ、私が何かを言ったところで、あなたたちはカンタの肩を持つんだから。あ、言ってたわ、そう言ってたわ、そうそうそう、思い出した。どうせこの場には私の味方はいないから、うん、言ってた、言っても無駄だし、うん、信じないんでしょ、大罰なことだなっていう感じの言い方だった。そう、あの塗装の職人さんとかちょっと引いてましたよ、なんかやってるわ、揉めてるわみたいな。そうはいちょっと引きながら仕事後ろでやってたみたいな感じなんで。動画使えるかな、まあ、確定したら使えるんじゃないですか。話して全部セットでか、はい、ちょっと現場だけ撮っとくわ、ちょっと、はい、あれやんだろう、まあこれ素材として置いときますね、素材として、はい、何かあった時用の起爆剤で、うん、怖かったもんだ怖かったっすもんだってそう、マジ怖かったっすもん、はあ、俺作業戻ろうとしたら逃げんなって。いかんでよかったな、はいはい、まあちょっと全然話が逸れちゃって、どこまで使ってるか分からんけど、今日の動画そうですね、編集さん大変です、それぞれなのちょっとどこまでか分かりませんが、本日砂を狭い、はい、この組み立て解体および離婚浮気の話でした。お前は気がついてね、立ち上がったものはいつか崩れる、そういうことでございます。はいどこまで使われるか分かりませんが、内容は全然空っぽだったら現場だけ話してた申し訳ありませんが、はい、はい、せーの、また見てね。どうしようかなと思います。夢だなと言っと、夢だなと言っと、まだ全然話してないんです。じゃあ多分向こうに男がおるんです。いやそれはないやなんでそれをとぼけるの。じゃあとぼけてないよ。話したうちが、あ、カンタに喋ってない、うちが浮気をしてるっていう話になってるわけね。言っとったじゃん、ずっとうちらほぼ喧嘩ないよみたいな。嘘だね、仮面夫婦、実際中蓋開けたらズタボロみたいな。でそれ誰から、なんでその話になったのって言ったら、社長がおるところで、また引きまた引きでいろんな人から離婚するの離婚するのって聞かれた。気分良くないよ。自己事故するの。ダメだって言うけど。社長だ。社長だ。社員だろ。社員。ローン。Yeah.